週から毎週金曜日に配信する週刊アソプラス。今週の阿蘇市の話題から週末のお出かけ情報まで様々なラインナップでお届けします。まず4月16日、この日平成28年熊本地震本震から5年が経ち、阿蘇市役所では市長や市の幹部職員らが黙祷し、地震で亡くなられた方々の冥福を祈りました。 WebTV 阿蘇でも平成28年熊本地震阿蘇市震災記録動画をアップしています。16分超えの長編となっていますが、コメント欄に URL を載せていますので、ぜひご覧ください。そして同じく WebTV 阿蘇に2021年5月6月のイベント情報をアップ。花遊びのバラ祭りやガストロノミーウォーキング in 内巻温泉2021などをご紹介していますので、気になる方は要チェックです。最後に週末のお出かけ情報です。こちらは昨日4月22日木曜日の阿蘇市の様子です。茶色だった景色が少しずつ新緑へと変わってきています。阿蘇市並野にある道の駅並野神楽園では、濃厚な牛乳で有名な阿部牧場の阿蘇ミルクを使った阿蘇ミルクソフトクリームが食べられるようになりました。お近くに行かれた際はぜひお立ち寄りください。4月24、25の土日、阿蘇山上までを走り抜ける自転車ライドとランニングの複合イベント、阿蘇パノラマラインヒルクライム2021が開催されます。それに伴いご覧の時間帯の場所が通行止めとなりますので、お気をつけください。それでは今週の週刊阿蘇プラスはここまで。皆さん良い週末をお過ごしください。